はい、ではやっていきましょう。今回はね、これパラミデスですね。やっていきます。海底遺跡の秘密。あ、窓の外、海だよ。ここは水の聖主アメノチを祀った聖殿じゃ。地の聖主ウマシアの聖殿が地底にあったのと同じ理由で、古代の人間たちは水中に聖殿を作ったんじゃろうな。でも海の底に作るのは難しいよね。うん、ああ、掘ればいいだけの地底聖殿とは異なり、海水との戦いに勝たねばならん。どうやったんだ。剣で海を両断したってわけじゃないだろ。まず岩から切り出した巨石を浅瀬に積み上げる。壁で囲いを作り、海水をかき出したら囲いを広げる。それを繰り返し、ある程度の広さを確保した上で海底を掘削して行ったんだ。へえ。気が遠くなるような作業だな。人間たちは困難を乗り越えて聖殿を築くことが聖主への信仰心を示すことになると考えたんだ。補足させていただくと、最近の研究ではもともとこの聖殿は海岸にあったと言われています。ん？俺の説明が間違っているというのか。カッチン。いえ、私が読んだ学術書にはそのように書いてあったものですから。海岸にあった遺跡がどうやって海に潜ったんだ。四聖主が眠りについた際の地殻変動で、この聖殿は海中に沈んでしまったそうです。ですが、石の重さと海の砂のおかげで建物は密閉されていることが判明しました。そこで人々はここにつながる海底洞窟を掘って、現在のような形になったということです。そういえば僕も読んだことがある。最新版古代遺跡建築理論だよね。はい。アイゼンは読んだことありますか。いや、俺が読んだのは初版だ。あ、石を積んで囲いを広げていく場合、内側に残った石を取り除く作業が必要ですよね。それが非効率すぎるのではないかと指摘があり、そこから研究が進められたんです。最新版は定説がいくつも覆されていて、とても興味深いので、ぜひ読んでみてください。負けたな。なんか、アイゼンの説明、全否定してないか。あ、いえ、そういうつもりでは。かわいい。考古学というのは、疑問と検証の繰り返しで、日々学説が変化するものだ。気にするな。シュンってしちゃった。先を急ぐわよ。もう一個、聖書はどこに。ここには聖書はいないのよね、アイゼン。気がかりならばコインで占ってみればよかろう。表が出たら聖主はおらぬ、裏が出たら眠っておる。裏しか出ないだろ。前にも言ったかもしれんが、聖殿というのは聖主信仰のために人間が作った祈りの場に過ぎ、自然の力に恐れを抱いた人間が四聖主という神を祭り上げたのが聖主教の始まりと言われている。ここに眠っているいないの前に、存在そのものが伝説なんだ。でもあの溝に確かにカナヌシは存在しました。だが俺が知る限り、聖主が姿を現したなどという話は一度も聞いたことがない。カノヌシが特別な存在だと考えるべきだろうな。そうよね。まあそうだよな。あんなのが他に4つも出てきて敵に回ろうもんなら完全にお手上げだよな。そうよね。うん、よし。お、いいね。埋まってないところを埋めていきたいんだけどな。なかなか埋まらないですね。罰ビオ。よし、じゃあやっていくか。ん？おーおー。なんか滝があるんだけど、何これ。ん？台座にくぼみがある。何かをはめ込むことができそうだが、だってこっちはいけない。負けて、
あ、蒸発したんだけど。だよね。あ、ほう。あー、開いたわ。なるほどね、パラミデスの水杯。水杯に水が溜まっていると対応する場所の滝が流れており先に進むことができません。水杯の水を火の力で蒸発させることで滝の流れが止まり進めるようになります。滝を止める以外にも何か仕掛けが施されているかもしれません。なんだ、敵が出てくるとかそういうことか。あ、でこうするとまた水が入ってってことか。おお、なるほどね。これなんかどんどんややこしくなっていくやつやろう。グレイゼさんの時も思ったけどさ、ダンジョンの仕掛けがね、どんどんややこしくなるからな。ま、マップ見ながらやっていくんですけど。よし。じゃあもう一箇所見よう。反対側。はい、でここを、これはどこに、あ、入り口のところかな、これ。で、ここに宝箱。あ、デノレボトルありがたや。この部屋はダークボトルとニッポスピですね。反対側もなんかあるぞ。え、ワープポイント、あ、なんで、あ、なんか移動しちゃった。大丈夫かな。あ、別の部屋に来たんだけど。え、ここはまだ通れないんだね。よし。ここか。石碑に宝石が埋め込まれている。はい。なるほど。で、これで、これを、上か、あの、真ん中にはめ込めばいいわけか。よし。で、通れるようになって。ないない。警備は蹴散らしてくれたけど、こいつは。こやつ。胸に雨の地様の紋章をつけておる。え、あれは巫女少女ぞ。え、じゃあこのゴーマは、さっき聞いた親子の母親の方、マヒナか。マジか。そんな、お母さんゴーマになっちゃったのか。じゃあモーナちゃん今どこにいるんや。そんなかいるかな。じゃあやっていきましょう。ちなみに、おー、 HP 18000がレベル30。いてててててて、分かっています。でも効果で影すわる、光に強いて効果で影すわる、戦闘装置を忘れし、ディアメイク効果で影すわる、呪いで。え、敵どこ？はは、敵どこ？あ、いる！私の方に来てたのか。
に強くなさそうだな。前回のあのイカと比べたら全然いけそうな感じがする。前回のイカがねヤバすぎたからな。っていうかいいぞ。でも HP 半分削ってからがちょっと警戒だもんな、このゲーム。おお、かっこいい。なんかさ、アライズの戦闘やってて思ったんですけどさ、あのベルクリアやってると割とすぐに慣れそうな感じあるよね。なんかさ、すぐプラスなんかボスボタンとかさ、あのこの戦闘方式どんどんなくなっていくのかな、テイルズは。巫女を務め村の人たちから慕われた人が傲慢になってしまうなんて。エレノア、もう元には戻れない。こうするのがせめてもの断りであると。あ、これって、ゴーマは放っておけばいい。逃げてたのか。あ、これ娘に報告しづらいけど、まあでも娘も生きてるか分かんないもんね。よし、ということでこれ普通に先に進めばいいのか。サブイベントがあるな。あ、セブポイントか多くない？ちょっと、あ、な、じゃない、娘さんを探しているうちにゴーマ病になっちゃったんだよね、うん、ああ、宿屋の娘がそう言ってたな。ゴーマになっても娘さんのこと探してるんだよね。六郎や黒金、ダイルはゴーマになっても人間だった時にやりたかったこと覚えてるでしょ。お母さんだったらやっぱり娘さんのことずっと探してるんじゃないかなって。そうかもしれんが、そうじゃないかもしれん。そうだったらいいな。人間だった頃はきっとそうだったでしょう。でもゴーマにはそのような母性などありません。あの暴れぶりを見たでしょ。もうあれは元のマヒナさんではありません。ゴーマになり果て心も愛情も失ってしまった。悲しいことですがそれが現実なのです。ベルベットや六郎には心があるけど、一体のゴーマを放置すれば100人の命が奪われます。ましてや清涼の施設で暴れ大魔死を襲うゴーマです。100人どころか村や町を滅ぼしかねないのです。私の村もそうでした。あっ、だから私は、ま、そうだよな。エレノアの言う通り元には戻せないんだ。切って成仏させてやるのも情けってもんかもな。八つ首のドラゴン。カノムシって本当に聖種なのか。いきなりな疑問じゃの。グリモ姉さんが解読してくれた数え歌の通りならカノムシは八つ首のドラゴンなんだろう。クーマを使って汚れを食うなんてまがまがしくて聖なる存在とは程遠い感じがするんだよな。確かに、うん、確かに聖種は精霊の一つなのに他の精霊やノルミンとは印象が違いますよね。ましてや八つ首のドラゴンだなんて。そうか、クーマが集まっちゃったらどうなるんだろう。もう大集合した時も地獄だろうな。俺の想像じゃクーマが合体して巨大な化け物になる。あー、でもってあるかも。大蛇みたいに長い八つ首のドラゴンが口から炎を吐いて襲ってくるんだ。うん、それ少しわかります。だろう。問題は首が8つとなれば俺たち6人じゃ手が回らないってことだ。そっち分身の術でも使うしかないの。できるのか。できぬ。なんだよなんだよ。どうしたのライフセット。
8つの頭は別々の意思や思考を持ってるのかな。もしそうなら戦いの時にぶつかり合ったり好き勝手に動いたりして隙が生まれるはず。ああ、なるほどね。僕たちが心を一つにして戦えばきっと勝てるよ。まぶしい。手と手を取り合って戦えばきっと勝てます。そうですよね皆さん。お、わしらが一つになれると思うか。いやいや、それは、あ、ちょめっちゃ来るんだけど。てか多いよね敵。開かない。仕掛け扉か。仕掛け扉。イラついて壊すでないぞ。どんな罠が作動するかわからんからの。分かってるわよ。この扉のひし形の石、前にもどこかで見たよ。それと同じ石なら杯の台座についてたぞ。あのでっかい杯のかえ。さすが目ざといな。興味があるのは杯の中身の方だがな。普通の水じゃない。あの杯が鍵ってことか。そう単純でもなさそうだね。大変そう。色がついている石とそうでないのがある。何か意味がありそうだ。そのようね。よし、まあやっていきますか。あれ、なんかダイルみたいなゴーマがあるが、じゃあちょっともう、いやーもう、これ逃げるか。なんかリスキーエンカウントね、無理に戦うと危険ってことがね、ムーンさんの経験則から分かりましたので、ちょやめろや、もうもう何こいつら、もうこれか。側が通れるようになったんだけど、ちょっと待ってよ、ちょっと回復しないとやばい。よし、もうグミがどんどんなくなるし、敵は追っかけてくるし、もう大変だな、ここ。よし、で、ここか。なんか道ができたんだけど、え、うわ、あ、ここね、水の橋がかかった。水の橋、あ、でもここは通れないのか。ってことは一回戻った方がいいのか。よかったのか。そしたらこう滝だけ止まって水の橋はかかったままっていうね。なるほどね。先に行こう。おお、よし、これ取って、でこれも開けます。200個、おお、よかったって。おお、ご褒美はなしか。7つの宝石がはめ込まれた大きな扉、仕掛けによって固く閉ざされていて、このままで開きそうにない。宝石は青と白の2色、杯の台座にはめ込まれていた元にては何か関係がありそうだが、あ、え、
今の仕掛けを動かした直後から静電内に霊力が満ちていくのを感じ、どうやら封じ当てていた力が解放されたようだ。あ、これでいいのか。あ、でもね、この部屋にショートカットがあったっていうのがね、気になってたから進み方がね、ちょっと分かんなかったから、まあ多分合ってるだろうなと思いたいけど、で、これね、多分先に進めるようになる。はい。お、やった、開いた。力を感じるのはこの奥だよ。さて、クーマが出るか、クマが出るか。怖い怖い。ん？アイテムを取って。じゃあ行きますか。あ、なんかいるんだけど。あ。丸飲みに、え、何あれ。やっぱりいたわね。おお、やっぱりあの結界がある。またあの結界。当たりだな、こいつもクーマってわけだ。ベルベットの予想通り、7つの首は個体ごとに姿が違うようだな。うん。感じてた場所はここだよ。どうやら棒の方も大当たりのようじゃな。ワーグジュリンの時と同じ感覚。僕が感じてたのは地脈点だったんだ。さて、こいつをどうする。クワガタみたいに小さくなれば連れていけるが。生き死になんてどうでもいいわ。こいつを倒してカノヌシの首を潰す、それだけよ。よし、じゃあバトルだな。よし、2戦目いきましょう。 HP は4万か。クワバラクワバラじゃん。やばい、なんか来る。おー、ちょ、おー、ちょ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 、あ、ちょ、強っ。ちょっと待って、広っ。あれと痛い、あれと痛い、あれと痛い。はい。よし。はい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 。何が起きたの？よし。あ、これ厄介だな。あ、いいねいいね。これなんか術逃げられないときどうすればいいやこれ。もうようわからん。攻撃されたらどうにもならないもんね。いいねいいね。気をつけ。誰かな、これさ、口の中に入ってる女の子がモアナちゃんになったりしない？なんかもうこの親子悲しすぎるだろう。ちょっと待って、悲しいアボトル使っといた方がいいな。ベルベット疲労になってる。
呼ぼう呼ぼう。やめ。おぶね。ようやく4分の1か。なんかボスがね、ほんとどんどん強くなってきてるなぁ。あれか、木だから炎が弱点っぽいな。ちょ、怖い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 。そう、ベルベットばっかりにやってきやがるこいつも。4分の1切ったぞ。いいぞ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 。あとちょっとだよ。食らいつく。ブレイクブースト。オッケーオッケー。いいぞ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 。あとどんぐらい。2570。オッケーお前ら。あ、倒した。あ、お疲れ様でした。強かった。普通に。このクーマは小さくならないようだな。あっ、さっきのゴマ。お母さん。今度こそ終わりにしましょう。娘だよな、きっと。食べられた。クーマがゴーマを食べている。
ゴーマを食らう。だから食うのか。ベルベットもそうだよね。ベルベット2号みたいな感じか、このモアナ。モアナを強くした。うん。クーマにしたということかな。つくづく生贄が好きな連中じゃて。そんな。じゃあ、あの人は娘を助けようとして。だろうね。食えなかった我が子の腹を満たすために死にゆく自分を差し出したのか。あ、私のせいで。どうする、連れて行くか。この様子じゃ足手まといになるわ。クーマに手を出すことは許さない。あ、来たな、オスカー。オスカー、星稜は何をしているの。お願い、教えて。エレノア、君は知らなくていい。よくない。私が母親を倒したせいで、この子は例のゴーマを食らったのか。だが、君が気に病むことはない。全ては、世界の痛みを止めるために必要な犠牲なんだ。じゃない、あの人は母親だった。この子のたった一人のお母さんだった。だとしても強き翼を持つ者は。ベルベット。女の涙には気をつけなさい。言葉より先に手が出たな。やるなら今だ。どいて、ライフセット。待って、あなたには優しさがないんですか。そんな議論をするつもりはない。目的はカノヌシを弱めることでしょう。つながりさえ立てば殺せなくても。バリアが。はあ、情にほだされたか。女の涙は実に危険じゃな。グリモワールの言葉が気になったのよ。殺すのは後でもできる。連れてくならさっさと引き上げよう。敵の拠点に長居は無用だ。僕はライフセット。モアナ、一緒にここから出よう。お母さんは一緒じゃないと寂しいよ。寂しくないですよ。離れていてもお母さんはずっとあなたを見守っていますから。どうしてわかるの。私のお母さんもそうですから。行こう、モアナ。うん。
こう見た目ゴーマになったこう村の人どうするのかな、そこは気になるけどオスカ一瞬だけだったな。ということで終わりました、プラミデス編。おお、レベルアップ。おー、よし、じゃあ戻りますかねって思うんだけど、じゃあ今回ここまでにしておくか。はい、ま、ということで汚れが強まっている。何、早くも影響が出始めたようじゃな。何、じゃあまた次回にしておくか。あれ、ここ行くと、あ、なるほど、パラミデスのとこになるのか。はい、じゃあお疲れ様でした。